今回、私どもシードバンクという会社、微生物の会社ですけれども、まだまだできて小さな会社でして、なるべく皆さんに何をやってる会社かというのを、お知らせしたくてですね、こういう会を設けさせていただきました。皆さんどうぞよろしくお願いいたします。タイトルですけれども、自然を見て自然と歩くというふうに書いてますけれども、これが私どもの会社の理念でございまして、自然と自然はどう違うのかというのを語り出すと結構時間がかかっちゃうんですけれども、簡単に申し上げますと、自然っていうのはネイチャーですね。で、自然っていうのは、ネイチャーっていうのは人間と社会の外の自然っていう意味ですけども、自然っていうのはそれらも包含した人間も自然の一部だというふうな大きな意味での言葉でございます。副題としては、どうすれば人類は地球と共に長く生きられるかということでお話をさせていただきます。で、まず私の自己紹介にはなりますけれども、で、私はシードバンクという会社の代表をしております石井と申します。で、今、京都大学にも研究員として所属しておりまして、専門は微細藻類という小さな微生物の培養、あるいは生理生態学というのをやっております。で、趣味はこれ、写真出してますけど、よく潜って魚を釣りたりとかするんですけれども、お酒とお魚付きと料理がすごい好きで、よく海に潜って自分で魚を取って、それを料理してということをやってます。で、下の方になんか2頭を追うものしか2頭追えずって書いてますけど、これはもう、いろんな意味がございますけれども、この魚今2匹持ってますけど、この左に持ってる魚はですね、ブダイっていう、あんまり皆さん知らないかもしれないですけど、ブダイって煮付けにすると美味しい魚ですね。で、左手に持って、右手に持ってるのがブダイですね。で、左に持ってるのが、これが、忘れましたけど、これはね、刺身で美味しい魚なんですけど、この時潜った時にこの2匹がいて、2匹とも食べたいなと思って、でも一匹をつくともう一匹が逃げていくって、まさに一頭を追うと一頭得ずっていうやつなんですけど、皆さんこういう時どうしますかね。 僕が潜ってる時に、2匹とも魚を取りたい時にはですね、この魚がですね、ちょうど交差突する時を狙うんですね。たまたま交差するタイミングを狙って一つの森で2匹をつくということを実際にやってみたっていう写真です。ちょっと余談ですけれども、普段こうやって海に潜ってるのですね、魚を取るのが目的ではなくてですね、微生物を取るというのが本当の目的です。で、ここに海の中の顕微鏡の写真を持ってきましたけれども、これは有明海の、非常に生物生産の高い有明海の微生物の顕微鏡写真です。で、我々こういった微生物をたくさん培養しているわけですけれども、簡単に言うと株式会社シードバンクというのは、微細藻類、微生物を分培養して社会に提供する会社でございます。で、なぜその微細藻類をこんなふうに社会提供しているかって言いますと、皆さんこれ小中学校での食物連鎖のところで授業で習われたかもしれませんけれども、微細藻類っていうのは、この様々な地球上にいる生物の一番底辺、生物ピラミッドの一番の底辺を支える、光と、それから無機物とを使ってですね、有機物を作り出すという一次生産者として非常に重要な役割を果たしているというものでございます。で、この一次生産者ですけれども、我々が今使用している実はエネルギー、石油、化石燃料ですね、そういったものも実はこの微生物が作り出したものっていうのが知られています。これはちょっとある実験の写真をそのまま持ってきたやつですけれども、その微生物の中、特にこの我々が今使っている化石燃料を作り出したと言われる珪藻という生き物が油を作る過程を示したものでございます。で、この緑色に見えているところが、油を光らせたところでして、これが大量に溜まると化石燃料になるというところでございます。で、それを、模式化して書いたものがこれなんですけど、これは約1億5000万年ぐらい前の地球の海の様子を書いているものです。で、当時はね、海水の温度が、10度以上高かったというふうに言われてまして、その当時の海の色がどんな色をしてたかっていうのはちょっと想像にしか過ぎないんですけども、おそらくこんな色をしてたんじゃないかなと。で、非常に生物生産が高くてですね、微細藻類がたくさん海の中に繁茂して、それが沈降して堆積して、
編成して、それが集積すると。そういった過程で石油ができたというふうに言われています。で、そのできた時代ですけれども、今ちょっとちっちゃくて申し訳ないんですけど、今このオレンジ色から緑色に、この辺がですね、だいたい1億5000年前から1億年前ぐらいのところなんですけど、まあ温度が10度ぐらい高くなって、この辺りからですね、地球上に初めてこの、先ほど申し上げた、ケイ素、まあ化石燃料の原料となったケイ素が急に増え出すんですね。まあこの頃から現れたんですけども。なので、まあ今我々が使っているその化石燃料のエネルギー源っていうのは、微細藻類、特にケイ素がたくさん増えた、その時の時代のエネルギーを使っているということです。まあこれをもうちょっと最近のものに拡大してみますと、まあ今、地球温暖化問題って非常にクローズアップされてますけれども、今から1万年ほど前まではですね、非常に寒い時代があった。で、その氷期って言われる寒い時代が終わって、今、温暖な状況になっているわけですけども、今 IPCC が出しているような気候変動の予測では、2050年には今から5度近く、あるいは2100年には10度近く上がるんじゃないかと言われてますけれども、地球の大きな気候変動のサイクルを見てみますと、過去には非常に温度の高い時代もあったということです。で、この珪藻類、先ほども何回も出てきてますけれども、その化石燃料、石油を作ったと言われる珪藻類ですけど、過去には化石燃料を作ってますけど、現在はですね、一次生産を支える地球生態系の立役者であるというふうなことが分かってます。なので、この珪藻類というものが、どういったものかっていうのをもう少しお話しさせていただきます。で、珪藻類っていうのは、珪酸質、ガラスの骨格を持った生き物でして、多様な形態をしているものですから、過去100年以上前から様々な研究がされてきました。で、なかなか珪藻って言われてもなんじゃいっていう話ですけれども、珪藻土とか言われると、お風呂出た後に珪藻土マットとか踏まれるかもしれませんけれども、あるいは七輪の原料になっているもの。実はこれも太古の昔に珪藻が海底に降り積もって、で、固まって粘土化したものを使っているというものです。で、よく顕微鏡で見るとですね、ガラスでできているので非常に綺麗な構造をしているんですけれども、それを使ってですね、こういった芸術作品を作られる方もいると。これ一つ一つが別の種類の珪藻という生き物です。ガラスの骨格を持っているので、光の干渉作用で非常に綺麗に見えるものでございます。ちなみにこの絵はですね、絵というか作品はミクロワールドサービスっていう、奥尾さんっていう、もともと産総研におられて、で、辞められて一人で会社をされて、これを顕微鏡で一つ一つ作っておられるという、これを作れる人っていうのは世界に何人いるかなっていうぐらいの非常に精巧な作品ですね。で、このガラスの骨格を持った非常に重要な、地球上の生態系の中で非常に重要な生き物ですけれども、どんな形をしているかっていうのを、模式的に示すとですね、こんなお弁当箱のお皿と蓋のような形をしてまして、それぞれにも名前はどうでもいいですけれども、その形によって分類されているということです。で、こんな珪藻本当にいるのかと、どこにいるんだという話ですけれども、実はもう見えないだけで、顕微鏡で見るとですね、もうどこにでもいます。湖、川、海、結構深いところにもいます。あるいは、ちょっと湿ったコンクリートの上にでも見つかることがあります。非常にたくさんなところにいてですね、光と二酸化炭素を吸収して有機物を作っているという、そういう生き物です。で、珪藻ですけれども、あんまりその研究が進んでない部分が実はありました。で、私は京都大学で、ずっとその研究をしてきたわけですけれども、ちょっと専門的な話になって恐縮ですけれども、珪藻がじゃあどんな生活をしているのかということを示した図がこうです。で、まずはその無性生殖、有性生殖じゃなくて無性生殖でどんどん二分裂していくんですけども、ある大きさになると精子と卵子を作って有性生殖をしていく、これ水の中の話です。こういったサイクルを持ってるんですけれども、水の中が冷たすぎるとか、栄養がなくなったりとかするとですね、休眠胞子ってい、いわゆる種ですね。植物でいう、陸上植物でいう種を作ります。で、この種っていうのは、陸上植物が土壌に種をまくように、海底あるいは湖底にこのような種がたくさんあります。で、それがまた環境が良くなると、ここからパカッと発芽して、種が発芽して、こっちのサイクルに戻っていくという生活史をしてました。ところがですね、この種っていうのがですね、今までどんな形をして、どんな種を作るのかっていうのが分かんなかったんですね。どういうタイミングで作るかも分かってなかった。で、実際に
海底、湖底の泥の中にこの種がたくさんあるわけですけれども、実際それを見た図がこれです。これは海底、泥をですね、取ってきて、で、それをそのまま顕微鏡で見ている写真です。で、まあ、慣れてるとこういうところに写真にの四角で示しているような種があるなっていうのはわかるんですけど、なかなか見にくいんですね。まあ、ただまあ種もですね、葉緑体持ってますので、冷気孔を当てると赤く光るんですね。まあ、こういう方法を使って、あ、種があるぞということがまず分かったわけです。で、まあ皆さん海水浴とかされるかもしれませんけども、その下の砂の中、あるいは泥の中にはですね、実はこういった微生物の種がいっぱいあるということです。で、もっと細かくじゃあどんな形してるのかっていうのを見てみると、まあこんな形してるやつがまずいますね。頭にトゲのようなのを持って、まあ UFO みたいな形でよく言われますけども、これも全部ガラスでできてます。これが微生物、珪藻の種です。こんな形してるやつもありますね。左側が光学顕微鏡で、右側が電子顕微鏡で見たやつですね。まあ、電子顕微鏡で見ると分かりやすいので見せていきますけども、こんなトゲの形をした、これも種ですね。で、もっと変なも、こんなもいますね。なんかこう、本当にこれガラスでできてるのって言われますけれども、この毛みたいなものもガラスでできてます。で、まあ、非常に地球上で重要な珪藻の種っていうのが、一つ一つ明らかになって、これが約10年前に私が最初に世界に向けて出した論文ですけれども、まあ、様々な形をした種が海底、あるいは湖底にたくさんあるんだぞということが分かったわけでございます。で、まあ、これはつまりどういうことかっていうと、まあ、陸上植物、例えばひまわりの種がしましまでな種を作ると。皆さん、このしましまの種を見るとひまわりだというふうには理解されると思いますけれども、それと同じように、珪藻の種が、まあ、実はこれとこれが同じ生き物でこんな種を作るんですよということが明らかになっていったわけでございます。じゃあ、今度その種をですね、まあ、ひまわりを育てるように種をまけば微生物が育つのかということをまず気になったわけでございます。まあ、こういうことですね。ひまわりの種をまけばひまわりが出る。珪藻の種をまけば珪藻が出てくるんじゃないかと。をやったわけです。で、まあ、非常にこれも論文で出しましたけれども、まあ、海底にはですね、たくさんの種があることが分かってましたので、まあ、海底の泥を取ってきまして、で、必要なサイズに分けて、種を1個ずつ釣り出してやると。で、1個種を取ってきて、まあ、花を咲かせるように、ポンと培養液に入れて、今この6番が、ちょうどその発芽した直後の細胞ですね。まあ、そういった方法で、まあ、珪藻をたくさん、種から培養してやって、言ったのが私の大学時代の研究の一部ですね。で、そうやって育てたのがこんな珪藻であったりとか、まあ、こんなものであったりとか、こんなもの。まあ、他の生き物がいないっていう意味では非常に純粋なバクテリアも含んでないようなピュアなカルチャーがどんどんできたわけです。まあ、これもそうですね。で、面白いようにその培養株っていうのがどんどんできたので、まあ、これを調べてみるとですね、今まで世界で人類が誰も培養してこなかった生き物をどんどんできるようになったということで、まあ、その時にですね、またまたま、京大の方で、まあ、教育プログラムがあったので、出したら、まあ、優勝して、まあ、それでシードバンクという会社を作ったと。まあ、シードっていうのは種ですよね。バンクっていうのは銀行。つまり我々は、微細藻類の種をたくさん持ってますよという会社が最初の段階でした。で、最近ではですね、京都の知恵ビジネスコンテストで、まあ、ちょっともう亡くなられましたけど、オムロンの立石海東さんが、すごい、立石さんがすごい応援してくれてですね、うちの会社にもまだできたばっかりの頃によく応援してこられて、まあ、その時はまだビジネスの手を成してなくて、まあ、研究者集団でしたけれども、まあ、その後、まあ、これをどうして今後広げていくかと考えた時にですね、我々はその微生物を世界からたった一種類だけ培養して、で、それから培養条件、どうやったらそれが増えるのかということを確認して、それをライブラリ化して、まあ、研究開発機関に提供するということを今やっているわけでございます。で、まあ、こういったビジネスって、まあ、なんか新しいようですけれども、実は全然そうではなくてですね、実は昔からこういうビジネスというか産業はあったわけでございます。どれぐらい昔かっていうと、奈良時代ぐらい、室町時代ぐらいかな。まあ、微生物っていうと、まあ、発酵食品も微生物から作られてるわけですけれども、その発酵食品の一番最初はですね、奈良時代に大陸から麹カビが入ってきたというふうに言われています。
で、入ってきた麹カビですけど、当時はですね、世界の培養、その麹カビの培養というのは、雑菌とか、まあ、他の生き物を含んだ混合培養、非常にその粗雑なものやったんですけども、まあ、日本はですね、それを純粋培養にする技術を高めたと。なので、その純粋な培養ができるということはですね、そこからいろんな微生物を提供できるというスタイルができますので、まあ、初めてその種麹屋さん、要は、その微生物の種を売る商売というのができたと。まあ、京都でできたというふうに言われてますね。で、まあ、非常に高い純粋培養の技術ですけれども、まあ、なぜできたかっていう話をすると、結構、古文書を開いてると結構面白いことが書いてあるんですけど、まあ、今日はちょっと割愛しますけど、まあ、そういったビジネスができるようになってですね、まあ、ここにその絵がありますけれども、麹売り、浄子たち、ご覧じで流したものだと。つまり発酵食品っていうのは、浄子たち、まあ、お酒の好きな人たちからすると、非常によだれを流すぐらい美味しいものであるということが、まあ、室町時代の職人歌合わせで書かれているわけでございます。で、まあ、こういったその微生物との関わりっていうのは、まあ、京都を中心として非常に世界に向けて先駆けたことをやってたわけですけれども、まあ、近年ではですね、この微細藻類を使った新しいそのビジネスというのが、まあ、どんどん展開されつつあります。で、まあ、有名なところでは最近ミドリムシのユーグレナさんですね、とか、あるいはそのデンソーさんも、バイオエタノールを作ってます。これは、私が今所属している研究室で分離培養したものを、デンソーさんが使われていると。ということで、まあ、たくさんの、ちょっと古い2015年の古新聞ですけども、まあ、状況はあまり変わらない状況ですけども、新しい微生物が培養できるようになって、まあ、様々な、事業が少しずつ展開されているということでございます。で、まあ、我々はですね、特にその、こういった商品、あるいは製品を作る会社ではございませんで、まあ、こういった会社、新しい事業を生み出すための会社であるというふうに思っていただければと思います。で、まあ、今後、様々な微細藻類ビジネスというものがどんどん展開されていくことが予想されますけれども、例えばこのユーグレナさんであると、まあ、人と地球を健康にするということで、まあ、健康食品、あるいはバイオエタノールの生産ということをされております。まあ、ところがですね、今こうやって見渡してみますとですね、まあ、日本で行われているこの微細藻類事業っていうのが、ほとんどはですね、淡水、真水を使ってやってます。で、この真水っていうのはですね、それは資源と捉えるとですね、まあ、地球規模でのその真水っていうのは非常に少ないわけです。まあ、当然海水が多いわけですけれども、淡水っていうのは全量の2.5%しかございません。で、その淡水の2.5%の中でも、まあ、人類が実際に使えるのは地下水とかそういったものを差し引くとですね、0.01%。まあ、日本は非常にその淡水に恵まれている、恵まれておりますから、まあ、そういった意識は薄いですけれども、まあ、翻って地球全体を見るとですね、微細藻類の培養に使える淡水ってほとんどないわけですね。まあ、そういった意味でもですね、先ほど述べました、その珪藻というものには、どこにでもいますし、当然海水にも住める生き物ですから、非常に有用性のあるものであるということが言えるわけでございます。まあ、そういった背景を踏まえますとですね、珪藻の培養が可能になった今、やるべきこととしては、珪藻を用いた新規事業の拡充であるというふうに我々は考えております。で、まあ、なぜその珪藻というのかと、先ほど一次生産者としても地球上で重要であるし、まあ、石油を作った立役者でもあるというふうには言いましたけれども、まあ、もう少し細かく見ますと、まあ、もちろん油も作りますけれども、まあ、DHA、EPA、それからシリカ化合物、まあ、様々なものを作るわけですけれども、まあ、実際今まで培養できてこなかったことが背景にあるわけですけれども、実は我々人類が知らないような化合物もたくさん作っている可能性が高いと。まあ、実際に調べてみますと、まあ、化合物でデータベースでヒットするものが非常に少ないということ、それからまあ組織が推定できるものが少ない、まあ、我々がまだ出会ったことのない有用な物質がたくさんそこに含まれている可能性もあるということでございます。で、これは少し前の経産省のスマートセルインダストリーの可能性というところでの資料ですけれども、まあ、我々人類が作れる化合物っていうのは非常にその低分子なものに限るわけです。で、多くは、まあ、生物にしか作れないような高分子化合物があるわけですけれども、その中にはおそらく未知なものもたくさんあると。まあ、そういったものを掘り出すという意味でも、珪藻は非常に重要であるというふうに考えています。で、今、この微細藻類が作る循環型未来ってこれ書いてますけれども、まあ、これはまあよくありきたりのものですけれども、まあ、微細藻類、新しいものが培養できるような状況の中で、食料、医薬品、あるいは飼料、飼料、バイオ燃料というものがどんどん作られるようになっていくだろうというふうに我々は考えています。まあ、特に、まあ、珪藻というものがですね、まあ、この地球上の生態系を作った非常に重要なものであるということを考えますとですね、
これ最後のスライドになりますけれども、係争を主とした微細藻類ビジネスの加速化というものが必要になってくるかと思います。これ、この絵ですけれども、最近ちょっと小学生以来絵の具を持ち出して描いてみて、石井君の言ってることはよくわからんぞということを言われる方が多いので、一回絵にしてみようと思って絵描き始めたんですけど、途中でどっかこの絵どっか行っちゃいまして、おそらく今会社のどっかに転がってるかもしれないですけど、描きかけで終わっちゃった絵なんですけど、これはもう人間活動で出てくる二酸化炭素を、都市から出てくるやつを都市で全部、都市を全部こう、微細藻類で覆っちゃってですね、その二酸化炭素を全部吸収してしまえというような図でございます。極端な話、こういったものもできるだろうというふうには考えています。で、我々としてはですね、こういった、我々のその微細藻類を使った、地球環境、あるいはそのエネルギー問題、様々な問題に長く一緒に取り組んでいただける、相手を探しているような状況でございまして、産官学連携でもって、それをさせていただけるような状況があれば、ぜひ参加させていただきたいなというふうに思っています。本当にその、これからの地球環境を考えたときにはですね、10年という単位ではなくて、100年、1000年というぐらいの単位で、我々が一体何をすべきなのかということを真剣に考えていく時代が来たし、それを解決するための手段というものも揃ってきたんじゃないかなというふうに考えております。私は、学生、そもそも僕、こういったその事業をするっていうことが、まず念頭になったんですね。学生の頃は、研究者になると思ってやってたわけです。で、水の中見てますと、僕はもともと長崎大学にも在籍してたことがあって、長崎っていうのは非常にその海に囲まれたところでして、常にその海が近くにある。で、海の中をずっと見てますと、毎日のように顕微鏡で見るわけですよね。そうするともう、珪藻がとにかく多いと。で、珪藻が多い中で、見たことないものもどんどん出てくるんですね。もう微生物の世界っていうのは本当にその宝の山のようなもので、新種なんていうのはしょっちゅう見つかるものですから、ずっと見てたんですね。で、そうするともうそれにもうのめり込んで、わからないものはどんどん調べると、それこそ先ほどお示ししました種がまず見つかったんですね。種がある時こう一斉に出たことがあって、それが結構運命的な出会いだったんですけど、種っていうのは非常に重いのですぐ海底に沈んじゃうんですよね。で、見れるタイミングっていうのはほとんどないはずなんですよ。ところが私がもう毎日のように顕微鏡で見てると、ある時その種を一斉に作った時があったんですね。で、これは何ぞやと思って、その図鑑を調べて、いろんな文献を調べるんだけども、どこにも載ってない。じゃあこの今見てるその種らしきものは一体何なんだということから入って、で、それで最初の論文につながったわけでございます。きっかけはそういうところでした。そうですね。本当に地味な作業で、本当に毎日毎日顕微鏡を見ないと、それこそ毎日海に行って顕微鏡を見てっていうことをしないとなかなか明らかにならなかったところではあると思う。今も同じような作業をやってますけど、この間のその10年前の論文なんていうのはもう本当にきっかけにしか過ぎなくて、本当に日本でもあるいは世界に目を転じてもですね、なかなかその海外の方って泥を触るってことあんましないですよ、研究者で。泥の中ってやっぱり汚いっていうか、もうごちゃごちゃしてて何が何だか分かんない、カオスなんですね。で、その中に、どの種っていうのをまず見分けるのがめちゃくちゃ難しいんですよ。僕は霊気孔を当てたりとかしますけど、それで、やっぱりやってる人がほとんどいなかったですね。日本にいてもほとんどいなかったです。で、とにかく作業が地味なんですよ。だから、その地味な作業に、たまたま僕がその楽しみを見出せたからいけたのか、本当に楽しいんですけど、なかなか後輩があまりついてこないですね。楽しいって言ってくる人はいないですね。まず、この生き物の中でも、難しい生き物と、簡単な生き物、バイオ生き物が、たくさんあります。我々、今、1000株以上持ってますけど、微生物を1000株持ってるけど、めちゃくちゃ簡単なものもあります。今まで我々が使ってきた、人類が使ってきた微生物っていうのは、結構簡単なものからいってるんですね。例えばその緑藻、クロレラって言われるものに関しては、結構増殖を維持するのが簡単にできちゃうところはあります。で、最近のミドリムシに関しましても、ユーグレナに関しましても、比較的我々が飼ってる生き物からすると簡単な生き物ですね。で、珪藻っていうのはもう一段階高い
生き物です。結構培養難しいですね。なので、今、我々の持ってる珪藻を使ってビジネスされてる企業さんおられますけど、そんなにポンと渡してすぐポンとできるようなものではないと。だいたい、うちに2、3年、研究員が出入りして、もうみっちり教え込んで、それでもまだ失敗するっていう、自然の中ではたくさんいる生き物ですけれども、それだけを維持するっていうのは非常に高度なものであるというふうにお考えいただいたと思います。で、一方で、難しいと言ってれば、なかなかそれが世界に広がらないので、それに対しては我々はデバイス、道具を使って、それなりのある程度の知識があればですね、すぐに培養できるような装置というものは、我々の方でも開発はしてます。で、それは実際にも今、動いて使っているような状況で、今、私の目の前にもブクブク今、動いてますね。なので、知財という意味では、ビジネス的には、パテントを取ってという話も当然あるわけですけど、我々が目指しているところは、知財でのビジネスというよりも、もう我々の使っているその微生物、培養している微生物をですね、なるべく早くに、もう世界を覆いたいと。そうすると、そのパテントで守るというよりは、もうどんどん使ってくださいという、本当にブルームを起こしたいんですね。微細藻類ブルームを起こしたいと。ブルームっていうと、赤潮でマイナスなイメージですけれど、いい意味でのですね、ブルームを起こしたいという意味では、あまりその資材、自分たちが守るべきものにこだわりすぎると、ブルームが起きるのが遅くなって、手遅れになっちゃうっていう焦りはあるので、そこはちょっとバランスを取りながらやっていきたいなというふうには考えています。我々はやはりこの生き物を知っていただくってことが、まず入り口として非常に重要かなと。今、我々が使っているこのエネルギーが、珪藻が作った生き物って言われても、ピンとくる人ってのはほとんどいないと思いますね。で、そういった意味で、ただ一方で、それを今起こっているエネルギー問題だったり、環境問題っていうのを解決する手段としても、やはりその立役者である珪藻というものを使わざるを得ないということを、やはり広げていく必要があるかなというふうに思ってます。なので、こういった今回、サブリさんにいただきました機会も、本当にありがたい機会ですけれども、本当にこういう話をですね、もっとどんどん広げていかなきゃいけないっていうのが一つあります。その上でですね、やはりその国の政策的なものとして、排出する CO2 をどれぐらいに抑えるであるとか、それが抑えたことによって、じゃあどういう効果があるのかっていうところも踏まえてですね、我々がじゃあそこにできることは何なのかということを議論させていただきたいですね。で、やっぱり国の政策に沿った形でですね、我々もできることは当然ありますので、その辺の議論を深めた上でですね、例えば国の研究費、ムーンショットであるとか、そういったところにもですね、ぜひ参加させていただいて、産官学、さまざまな方々とのコラボっていうのが、私の当面の目標でございます。我々本当にマンパワーがちっちゃいので、とにかく一緒に組むパートナーというのが非常に重要な要素になってくるかなと思ってますので、その辺を期待しているところではあります。やっぱりちょっと僕、今やっぱりこうやってずっと要は自然というか、水の中をずっと見てて思うことがですね、やっぱり全然科学っていうのが進んでないなと思うんでね。先ほど一番最初に自然と自然っていう話しましたけれども、自然っていうのは、ネイチャー、もともと海外から来た言葉ですけれども、やっぱり日本っていうのはもともと自然っていう言葉があってですね、自然の一部である、つまりその森羅万象すべてに魂が宿るという中において、人間もその一部なんであるということを考えて、自然により近い形で、謙虚にその自然の姿を見ていくという姿勢っていうのが非常に重要かなと。今、非常にいろんな分野が進んでですね、その分、失ったものも結構あるんじゃないかなと思ってます。つまり、一見見えているようで見えてないというか、分かったようで分かってないというか、そんな感じがすごいするんですね。で、特にその微生物の世界なんていうのはもう全然まだ分かってなくてですね、これからももう謙虚にそこを突き詰めていかないと、本当にこの地球がどうやって成り立っているかっていうことは分からないと思いますね。その姿勢っていうのは我々はずっと続けていこうと思いますし、やはりその中でですね、人間っていうのはやはりその今地球上で主役のように振る舞ってますけども、主役にはなり得ないと僕は思ってます。それはもうずっと観察、いろんなものを観察してるとですね、それはすごく感じます。で、人類っていうのは非常に短い歴史の中で、今非常にいろんな問題が起きて、
危機的な状況に陥る可能性が極めて高いというふうに思ってますので、まあ、それをですね、どうやったらこの地球上で長く生きられるかということを考えたときには、やはりこう自然の理念というか、自然というものを意識して、自然から学んで、それとともにどうやって生きていくかということを考える必要があるのかなというふうに思っています。それがあくまでもその理想ではなくて、科学的にきっちり示された形でやるべきだというふうに私は思います。はい、分かりました。経済産業省もベンチャーの支援、特にバイオベンチャーっていうのは大変重要な分野だというふうに考えていますし、本当に今日お話しいただいたような、その経営層が、これまでの、まあ、人類の文明のエネルギーの根幹だったと。で、その経営層をコントロールできれば、実はエネルギー問題であったり、あるいはその CO2 問題であったり、さまざまなその方面の波及が期待できるという、大変有望な分野だということを今日お話し聞いて、大変よく分かりました。ありがとうございます。ぜひこれからも日本のベンチャーの、トップランナーとして頑張っていただきたいと思います。今日は貴重なお話ありがとうございました。ありがとうございました。